2024年 USJ のノーリミットクリスマスのグッズとフードが一部発表になりましたのでご紹介していきたいと思います。ちょっと風邪をひいており、えー、声がこんな感じになってますが、ちょっとお聞き苦しいですがお付き合いください。それではご紹介していきます。まずですね、ノーリミットクリスマスの日にちが11月20日からなんですが、 フードがが月のの日から発売ににななりりまますすここがちょっと違う点で、こちら。まずフードですね。で、これも中にさらに日にちが細かく分かれており、まずこちらのクリスマスコース。こちらは12月の2日からパークサイドグリルで発売となります。こういった4品ですね。ケーキから。 お肉、野菜、サラダの4種類が入ってるスペシャルコースとなっております。お値段は発表になっておりません。で、時間が3時からとなっております。お間違いないようにお気をつけください。そしてもう一つややこしいんですが、こちらのクリスマスのチキンセットですね。こちらが11月7日からスタジオスターズレストランとなっております。で、デミスグラスの ソースがかかってるチキンのクリーム煮、そしてポテトグラタン彩り野菜という形になっております。で、5日からの分がこちらのパークサイドグリルで発売となる商品です。で、こちらのグリルプレートなんですが、今現在グリルプレートあるんですけども、そちらのリニューアル版となっております。アンガス牛はもちろん入っており、さらに 新しく色々カラフルな前菜とかが入っているという形になっております。チキンも見えますし、こちらにグリーン色のリースをイメージしたものも入っております。という、ちょっと華やかなメニューにラインナップするという形になってます。で、こちらはオープンから3時までなのでご注意ください。で、こちら。ノーリミットクリスマスマーケットですね。 こちらがカートフードになってまして、これが多分、USJ ファンの中で今ちょっと話題となっております。かなり写真だけでも華やかなものとなっております。クリスマスケーキチュリトス、ベリーストロベリーが左ですね。で、真ん中が、フライドチキン、そして、タルタル、えっ、ー、と、フライドチキンとコーンのタルタルマッシュポテトという形になっておりますで。で、ホットドッグがですね、こちらのチーズホン、 チーズフォンデュドッグ、キャラメルメルティーバターっていう形になっております。これがなぜかこう、こぼれないようにですね。きっと。ちょっとした入れ物に入ってます。いつもここのホットドッグはもうこぼれる、垂れる、溢れるがもうお決まりとなってて食べるのに苦労するのですけども、まあ、今年はちょっとこの深めの 器に入ってるという形になってます。まあ、それでもこぼれるとは思いますけど、まあまあ、ちょっと受け皿があるのかなという感じで思っていただいたらいいのかなというふうに思います。そして、これも話題です。もうケーキといえば、このビバリーヒルズブランジェリーですね。に4種類のケーキが登場します。まず、ブッシュドノエル。ブッシュドノエルはもうクリスマスの定番中の定番の ものとなっています。そして2番のサンタクロースマスカルポーネストロベリージュレ。そして3番のクリスマスリースケーキピスタチオクリームのモンブラン仕立てとなってます。そして4番がホワイトプリンパフェチーズムースレモングラスゼリーとなってます。もプリンも今の ここのお店の定番ですね。そしてサンタクロースのミエージスタンのも定番かなと思いますけど、今年は4種類もありますので、楽しみですね。お値段はちょっとすべて載ってないんですけど、およそ倍大950円とか900円ぐらいではないかなというふうに思います。そして、グッズも発表になっています。グッズはすべて11月5日となっています。そして、お一人様計 えー、3点。1つの商品、各3点の販売となっております。で、全部ではないんですが、まずシリーズとして、この、ピーナッツの、ピーナッツの冬番ってもうめちゃくちゃ可愛いんですよね。私、年中としても、まあハロウィンも可愛いですけど、クリスマスのピーナッツは本当癒しの、この青と白を基調とした、 グッズが多いんですけど、今年もそのラインナップが帰ってくると思うと私はすごく嬉しいです。一回こう白、白イメージだけのやつがあったんですけど、私は青と白のピーナッツのデザインがすごく好きです。今年はちょっと青と白なので期待しています。で、ミニタールセットですね。これが青白なんで期待しております。そして、キティちゃんがまた可愛いんですよ。見てください、この2種類。 まず、カチューシャです。ちっちゃな可愛いキティちゃんがちょこんと乗ってます。これかわいいですね、すごく。そして、横に大きなお耳も、お耳の横にリボンもついてます。キティがこのキティの耳のところにサンタ帽をかぶってるのが可愛いですね。そして、同じリボン。同じじゃないか。また違うリボンですね。カチューシャとは違うリボンをつけた キティのぬいぐるみが発売となります。これも青と赤で。かわいい。かわいいですね。美重がついた上品なリボン。クリスマスらしいストライプ柄のコスチュームとなってます。<laughs> 失礼しました。そして、こちらのミニオンのスイーツ。このミニオンのシリーズは、 去年も同じ柄行きであったので、同じラインナップで展開されるのか、この柄衣装で違うグッズが発売されるのかは、ちょっと当日行かないとわからないような感じですね。このグッズ自体は去年売ってました。このデザインの。で、アソートスイーツ。ハードクッキーとミルフィールが入ってるそうです。USJ の公式ではこれしか載ってないんですが、実は、 pr タイムズで違う情報が載ってるのでそちらもお伝えしたいと思います。で、お料理は一緒の感じで載っております。で、フードもここからです。スヌーピーのバックロットカフェはゴロットチキンの食いしん坊スープスパゲティセット。 が発売となります。これ真ん中のは単品でも買えますので皆さんセットがいらない方は単品でもぜひご注文ください。真ん中にこの骨の何かが入ってるのはちょっと気になりますね。そしてもうおなじみのサンタマンですね。ミニオンマンのサンタバージョン。カニクリームのお味となっております。これはもう定番の見た目になってます。そして新しいのがこのハローキティアップルパイマン。 マスカルポーネ。これはかわいい。キティちゃんといえばリンゴですよね。で、そのキティちゃんのリンゴをイメージしたのか、アップルパイとなっております。上にマスカルポーネのクリームが乗ってるということで、これは期待度高いです。これ、ハローキティのコーナーカフェ、あの、キティちゃんのショップのところらへんになります。ワンダーランドのところらへんですね。になります。に、発売という形です。ミニオンマンはミニオンのエリア。 で、スヌーピーはこのバックロットカフェというワンダーランドの中の唯一のレストランにあります。で、そして、さらに、これは紹介しましたね。グッズがね、ちょっとだけあるんですよ。これです。ペアチャーム。かわゆ。 チャーリーがムクムクに服を着ているのがまた可愛らしいですね。この、やっぱり青と白を基調とした感じのシリーズがおそらく出るのではないかなというふうに思います。まあ、ほんとスヌーピーのピーナッツの冬のグッズはめちゃくちゃ可愛いので、結構転売屋が多いんですよね。今年も、ん、秋むちゃくちゃ多くて、棚ごと重なっていく中国の方とかがいたんですが、 今年は一人二個って一応決まってるので、ちょっと対策取られてるのかなというふうに思います。秋は対策というか個数制限がなかったので、がっさり持っていかれたんですよね。今年の冬はそれがないようで、ちょっと安心しております。で、お待たせしました。魔法界も新作が出ます。ステンレスマグカップとクッション。これ以外もきっと出ると思います。で、これはハリーポッターエリアの一番奥の お土産屋さんに売られているという形になっています。多分ですが、えー、ユニバに入ってすぐ右手のお店にもハリーポッターのコーナーが少しあり、そこでも多分展開されるとは予想していますが、一応奥のお店というふうになっております。これも可愛いですね。ちょっとこう、魔法界がクリスマスに溢れている、ちょっと平和的な感じの デザインとなっております。これ以外の、まあ、ヘドウィグがもしかしたらメインのグッズになるのかもしれませんが、たくさん出るのかなというふうに思っております。あと、なんか冬の新しいツールが登場するみたいで、クルーさんがポップアップメッセージを配ってるそうです。で、それを使って大切な人たちへの気持ちを伝えようという形になっております。で プロップスボックスを持ってるクルーを見かけたら超ラッキーということで、そのプロップスに書かれてるワードに沿ってポーズを考え、撮影すれば、お互いは普段見られない表情をしていることにまた盛り上がると、絆を深めることができますというようなイベントをするそうです。パーク全域でやるような感じですね。まあ、ニンテンドはちょっとやらないと思いますけど。という形となっております。 こういうのが新しい取り組みとなってますので、まあたいキャノーピーしたあたりが一番そういったキャストが多いのかなとは思うんですが、ハリドリー前あたりとか、あのあたりをちょっとうろうろしていたら出会えるかなというふうに思います。ということで、USJ のこちらの冬のイベントをご紹介させていただきました。 楽しみですね。もうでも、それが始まるということはいよいよ、ハロインも終わりということになりますので、寂しくもあり、楽しみでもありという感じではありますが、ちょっと今の気温もやっと少し、やっと少し寒くなってきたところなので、こういう暖かい冬の楽しいイベントも楽しみになってきたなという感じがします。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。ちょっと今日は 声がおかしくてちょっとだいぶ聞きづらいかったと思いますが、それでもここまで聞いてくださった方ありがとうございました。それでは楽しい冬をお迎えしましょう。失礼します。ありがとうございました。